年明けは感染が再拡大をしつつある兆しがあるという状況がございます。営業時間の短縮要請にあたりましては、集中対策期間のすべてでご協力をいただきました事業者の皆様には1店舗1日あたり2万円の支援金を支給をさせていただきます。集中対策期間の延長に伴い、新たにすすきののすべての飲食店やカラオケ店にも営業時間の短縮が要請されます。秋元市長は要請を受け入れた場合、1日2万円の支援金が支払われることを発表しました。時短要請は午後10時までで、期間は来月15日までです。一方、道内では今日新型コロナウイルスで3人が死亡しました。新たな感染者は札幌で88人、函館市で16人、渡島地方で22人など合わせて194人となり、昨日1人、そして今日3人の感染が確認された生活支援課では窓口が閉鎖され、立ち入りが規制されています。小樽市役所では窓口業務を担当する部署で昨日1人、今日3人の職員の感染が確認されました。市役所では一部の窓口を閉鎖するとともに、関係する職員の PCR 検査を実施する予定です。